村田くんの回答です、うん、うちの母親、大谷翔平と不倫してるなどうしてわかった母親の検索欄なんですか？どあ<ー>インターネットの予想検索とか見て気づいちゃったっていう話なんですけどほいほいこう、明らかにアメリカの都市のラブホ探してる <laughs> <laughs> <ー>予想検索ねラデルフィア、モーテルおすすめ <laughs> ーモーテルって呼んじゃうからね、あいつら <laughs> ビジターの試合 <laughs> でこう出張の時不倫しやすいっていいじゃん翔平はどこでもできんだタンパベイレイズみたいなとこと戦う時きはやっぱモーテルをすすメ検索しちゃうもっといいとこ泊まれるって翔平さんとだったらあっちのホテル泊まれるってダメです安くホテル泊まんねえやモーテルってやっぱさ車でドライブインで行けるまあまあ乗り付けのホテル行けけるんだどバレずないんですよねあれね後藤さんの回答です えうちの母親大谷翔平と不倫してるなどうして分かったこう献立で揚げ物の日にビッグフライ大谷さんって言う <laughs> <laughs> どのタイミングで言うんで前よ。<laughs> いやいるけど実況のやつ <laughs> なんだらテンション高いねあの,の MLB の実況<笑><笑>揚げ物の時だけだけやった母親も隠しちゃうから揚げ物の時テンション上がってこう不意に出ちゃうんだろうね <laughs> っさんご飯よー っていうとこにね。ビッグフライ、大谷さん。ビッグフライ、大谷さん。あ、ご飯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 。何って。あと。受け入れてんだ。よ僕の本当の友達なんですけど、ま今日送ってくれました。事前に LINE を。千和丸さんね。千和丸さんの回答です。うちの母親、大谷翔平と不倫してるな。どうしてわかった？ま理系の教科絞って勉強してたんですけど、文系も一緒に勉強したら。 二刀流ってことで二刀流ですね。不倫不倫なのかな大谷翔平見てたら、やっぱりこう、こいつなんか、理系だけだぞって、バッターだけやってんぞって。文系も一緒に勉強したら、きれいじゃん。28歳にしてはよくないよね、これ。いや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 、いい街灯でしょうよ。いやいやいや嬉しいけど、その、二刀流はどうじゃないでしょう。二刀流でし ほんとにいいやつだしこいつはいいやつだし人格のことまで言ってねえから笑ってあげろよお前がチワワ丸をチワワ丸を笑ってあげる面白いでしょ本気ねえからさまあまあみんな最初はこうだからああ言っちゃった最初はみんなこうだからまあいいお題だけどいかにこの二刀流とかの線から外すかみたいな目線まあまあまあおいおいチワワ丸を 否定すんな違うまるってこわ。頭いいんだから。宮廷度言ってんだから。人気のやつってあんな子なんて言って。ルール守って。タ守って大喜利しちゃうからさ。そう、もう範囲内で言ってんだから。ルールの欲しくなったから。いや、面白くなったから。ふざけんじゃねえよ。これだから。言ってるわ。さてじゃあ、僕もそろそろもう一個ぐらいね。うちの母親、大谷翔平と不倫してるな。どうしてわかった ヤフーニュースのトップとかなるじゃないですか、ホームラン打つと。母親がねそれにコメントしてたんですよ。一平、うん、は泥棒猫。みたいなライバル視したコメント、めちゃめちゃう <laughs> るい。一平さん、かわいいで、なんか向こうの,の人気出てねんだけり <laughs>、ね、仲良くしてるから、ね。これが私立文系ですよ。<laughs> ガチガチの旧帝大ではない、私立文系の緩い回答です。<laughs> 不倫だから奪いとと取り切ってはないってことか。そうそうそうね、毎回一緒にいるから。さて、えー、一回じゃあ、ダカちゃんのガイド挟みますね。うちの母親、大谷翔平と不倫してるな。どうしてわかった、えー、毎日が明るくなった。ちょうどいいやいねえのがちょうどいいやつ。<laughs> 大谷翔平を絡めてやってんの俺らわざわざいやいやいやなるでしょその大谷翔平と不倫してんだからさ中村俊輔とかでも明るくなるよ不倫したら嬉しいからなんなんないなんないなんない。なるなん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 ななん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 な

大谷翔平と不倫してるな。どうしてたかった菊池雄星にもちょっと詳しくなってる。<laughs> 先輩ですかね花巻東の。何か言うのかな尺卓で。それか雄星君も今日勝ったのかなとか言うのかな絶対組んだからね。母親のククだね。そ,の雄そうだね。ん、ね、息子の友達と年下不倫相手の友達ですから。ふたんだかあるで。うちの母親、大谷翔平と不倫してるな。どうしてたかった 朝ホットドッグ、昼大谷翔平、夜ハンバーグ。朝食はホットドッグ、夜ハンバーグ出てくるんだ。不倫だから昼にするから、昼大谷翔平挟んでんすっげえやらしい意味、食ってるみたいな。とてもやらしい意味。昼大谷翔平。奥様の不倫の仕方してんだよな。お父送り出してから、イオンの駐車場で待ち合わせて、も作っお父さん送り出して、さて、ハやほさんの回答です。うちの母親、大谷翔平と不倫してるな。どうして分かった え、中6日で買い物に行く <laughs> <laughs> もっともっと行かなあかんやろ <laughs> いやでもその買い物ついでの不倫だからさやっぱり違う投球前にやっていくわけだからオフの日にできんだ別にタイミングが被っちゃうの大谷翔平の投球日と。